南三陸町にて運行しているコミュニティバスである。元々は旧歌津町側で運行していた町営バスが始まりである。両町が合併し、南三陸町の誕生と時同じくミヤコーバスの町内路線の廃止を契機として運行を開始し、同時に運行開始した町運行の乗合タクシーと併せた運行体系となった。東日本大震災によって運行を休止したのち、災害臨時バスから現在の町民バスへと移行している。なお、町民バス運行開始まで町内で運行していた町営バス、震災まで運行していた町民バス、震災以降運行されていた災害臨時バスについては、過去の運行路線の項を参照。以下は2021年8月23日改正の内容であり、各線で1日に2から4往復が運行されている。いずれも土曜日、日曜日祝日、年末年始は運休する。運行は、志津川観光交通、歌津交通、歌津タクシーが行っている。運賃は、移動範囲により200円400円で、小中学生は100円引きとなる。定期券、回数券、障がい者割引も設定されている。各線の運行区間は、主な停留所のみ示す。頭に、を付した停留所は、JR 東日本が運行する気仙沼線、BRT の駅と同じ場所にある。南三陸病院停留所は、気仙沼線 BRT の南三陸町役場、病院前駅と同じ場所である。歌津町営バス当時の車両町民バスの運行開始前は、町営バスが1路線運行されていた。旧歌津町営バスを合併後の南三陸町が引き継いだもので、自家用自動車による有償運送の形態で運行されていた。遠隔路線歌津町営バス当時のバス停前、バス停掲載は A か B のどちらかを経由。歌津駅入り前橋寺前帯電表駐在、旧分校前引く地蔵前引く日陰橋引く下、畑から御所橋立金山登り口から、左足元から、まあとした、払い側車両以下は2009年7月1日、現在の情報である。括弧内は、府警郵便あり。志津川駅前本浜商工団地前から、平磯清水浜駅前大畑にらの、浜漁港前引く寄木宇多津駅前宇多津駅前中、在宅基地の沢団地前引く宮形から土井の口旧、上沢分校前から、立金山登り口、払い川にらの浜漁港前寄木宇多津駅前、宇多津駅前大観浜泊浜石浜、港駅前外洋遠隔2011年3月11日に、発生した東北地方太平洋沖地震による震災によって、町民バスと乗合タクシーは全路線で運行を休止した。その後、町民の足を確保するため、同年5月9日より臨時シャトルバスが運行された。運賃は運行開始より無料であったが、2016年4月1日より有料化された。マイクロバス車両ジャンボタクシー車両路線以下は2017年3月3日時点で設定されていた路線である。南方仮設住宅前から、登米市民病院登米市役所中田十文字、米谷病院マイナス中の町、志津川高校入り口志津川駅、南三陸病院、ベイサイドアリーナ、細浦入り口から、ニラの浜宇多津駅平成の森ベイサイドアリーナ、南三陸病院志津川駅、志津川高校入り口陸前徳良駅水戸編、派電屋富士浜から寺浜から上割先入り口から、上割観光プラザベイサイドアリーナ、南三陸病院志津川駅、志津川高校入り口陸前徳良駅から、荒町、横山仮設住宅津山若者総合体育館、白浜周回所体館浜増沢平成の森、宇多津中学校前から、宇多津駅校仮設住宅陸前校駅マイナス連の、裏周回所石浜、馬場中山なたり小学校前引く増沢平成の、森宇多津駅清水団地前引く荒戸漁港前引く、袖浜大森志津川駅南三陸病院。ベイサイドアリーナニラの浜漁港前から、宇多津駅平成の森払い川、
辰金山登り口から戸井の口から、宮形吉野沢団地前から、中在帯入り前、復興住宅宇多津駅増沢平成の森ベイサイドアリーナ南三陸病院、静川駅静川高校入り口小森佐野前から、水口沢入り屋小学校前から、岩沢台中の町小森静川高校入り口、静川駅南三陸病院、ベイサイドアリーナ入り台、船沢、新総田尻畑捕虜網静川高校入り口、静川駅南三陸病院、ベイサイドアリーナ、南三陸病院、ベイサイドアリーナ静川東復興住宅静川、中央復興住宅静川駅静川、小学校前から、静川中学校前から、朝日が丘集会所、静川高校前ベイサイドアリーナ、南三陸病院静川駅、静川高校入口中の町、米谷病院。ありがとうございます。